こんにちは、にじこです。オールナイトニッポンのね、1年前の風さんのオールナイトニッポンの、はい、続きです。GTK のね、その楽しい授業が終わりまして、起立礼と、学級委員長がね、小葉さんでね、はい、小林って言うと、小葉さんが起立礼って言って終わるんですね。で、鐘が鳴って、そしたら風先生が、おう河津、廊下走っとるなら自分の夢に向かって走れってズッツさんにね、先生が言いそうなことですよね、こういうのは。で、この設定いるって風さん突っ込んでましたけどね。なんかいつもボケキャラなんですって。だからもう突っ込ませんといてって言ってましたけど、うん。でね、その後また相談コーナーみたいなのがあって、ここがまたね、素晴らしかったですよ、風さんのお答えがもう、うん。まずはね、自分の夢を親に否定されたっていう子に対してね、小学校の時だっけ、なんか漫画家になりたいって夢を言ったら親になんか反対されたみたいなだったと思うんですけど、そしたらね、風先生のお答え、親に何でも言わなくていいってね、びっくりしました。風さん自身がね、歌いたい人になりたいって言ってたじゃないですか。で、その夢をずっと誰にも言わなかったって、親にも誰にも言わずに一人でこっそり歌を練習してたって、そう、夢は一人で育むことができるって言ってましたね。これはパワフルな言葉ですね。ねえ、やっぱり自分がそうやってきたからこそ言える言葉ですよね。うん、そうなんですって。はい、そして次、結婚したい29歳女子ね、22歳に相談してますよ。長年付き合ってきた彼が、年下の彼がなかなか結婚にうんと言わないらしくね、しくてね、そのお悩みだったんですね。うん、そしたらまずねその彼がなぜ結婚に躊躇するのか聞いてみてって。まあその通りですよね、なんでって、まあ、聞くのが一番ですよね。あれこれ探ったところで分かりませんもんね。うん、まあ聞いてみてっていう、もしかしたら他に好きな人がとかっていうね、あまり嬉しくない答えが返ってくる可能性もなくはないし、もしくは何か夢があってその夢に向かってるのかもしれないし、わからない、だからちょっと聞いてみてと、うん、ということでしたね。そしてその後にね、まあでも最近晩婚化が進んどるから焦らんでもいいっていう、そういうアドバイスもありました。確かにね、昨今晩婚化ですよね。22歳、的確です。はい、そしてその後はですね、1歳の姪っ子にギャン泣きされる、どうしたらいいですかという相談でしたね。で、これご存知の方も多いかと思うんだけど、インスタにも載ってますけど、風さんのね、姪っ子ちゃん抱っこして姪っ子ちゃんがギャンギャン泣いてるっていうすごい写真あるじゃないですかね。で、その話になってね、わしも姪っ子に泣かれてたと、なんで子が愛しとるのに愛されんのじゃろうかって思ったって、かわいい。なんで子が愛しとるのにってね。そうそう、だからそんな時期が風さんにもあったわけですよ。でもね、3歳だか4歳だかになって、わしの優しさに気づいた時に泣かれなくなったと、だから大丈夫って、まあ、時間が解決するってことですよね。うん、そんなお答えでした。うん、そしてね、風さんが音楽をやるときにどんな思いでやってるのかみたいな、確かそんな質問だったんですけど、それに対しては、聞いてくれる人、見てくれる人に愛を込めてる、少しでもネガティブなものがね、ポジティブになるように、そんな思いでやってると。レコーディングにも愛を届けるつもりでいつもレコーディングやってると
うん、そうですよね。風さんいつも愛を込めてって言ってますもんね。うん、まあよく使いがちなフレーズでっていうんじゃなくて、風さんの場合は本当に込めてますよね。本当に込めてる、うん、だから受け手にもそれが伝わるっていうことですよね、うん、皆さん素晴らしい質問されますね。やっぱりね、本当素敵。はい、そしてその後はね、怒涛のリクエストに応えての弾き語り、これがまたすごかった。次々行くんですよ、次々。もう一発目がサンボマスター、ね、なんか叫ぶような歌をですね歌ってくれましたよ。高校で歌ったって言ってましたね、なんか、うん。でその後ララララブソング、この間のビバラでもね、もう見事に歌って見せてくれましたけど、本当にあの風さん、もう本当素敵でしたね。そのラララララブソングをね歌ってくれましたね。そして君はバラより美しい、布施明さんのね、これはね知らない世代もありますよね。そう、でもこれもね、キーを探しながらね、わからんとか言いながら、でも見事に高音を、伸びやかな高音を歌い上げましたね、うん。そしてチャップリンのスマイル、これはマイケルも歌っとったなと言って歌ってくれまして、その後マイコーつながりで I want you back、うん、そしてマライアの Without you、 1オクターブポーンと飛ぶやつですね。もうこれもね歌っちゃうんだからすごい。でスキマスイッチ、宇多田ヒカルハートステーション、もう本当にまだ他にもあったけど、もう次々ですよ。もう全く音程もぶれず、声もねなんかかすったりとかそういうのも全然なく、なんかもう本当すごいですよね。夜中4時半ですよ、夜中っていうか明け方、うん、すごいですよね本当に。そして最後の締めは小田和正さんの確かなこと、もう小田和正さん乗り移ったかのようでした。もうでも風さん流なんですけどね、もう泣きますよ。なんですかね、もう4時半に染みましたね。はい、でもうリスナーさんからね、なんか聞いてたら、ずっと聞いてたらお腹が空いてきましたと、風さん今何か食べたいものありますかと聞かれたら、タラタラしてんじゃねえよが食べたいって、何それと思ったら駄菓子なんですね。なんかタラっていうのは魚のタラね、あれをなんかぺちゃんこにしたなんかちょっとおつまみ的な、そんなお菓子みたいですね。はい、そしてよくね風さん言ってくれる、まあいろいろ大変な時だけれども、わしら絶対大丈夫やからって言って締めてくれましたよ。なんでしょうね、風さんが大丈夫って言うと本当に大丈夫な気がするんですよね。優しさのミュージックビデオの発表前のやっぱりアフタートーク的なものをね、ビフォアトークで10分ぐらいやってくれたんですけど、その時もわしら絶対大丈夫やからってこうガッツポーズしながらね、もうあれはねみんなね泣けたみたいですよ。本当に不安な時期にね、ものすごく力強い言葉ですよね、うん。でなぜか本当に大丈夫って思えるっていうね、すごいですね。なんかそういうもの秘めてますね風さんね。ということで終わった、1年前の風さんのオールナイトニッポン3回目のラジオパーソナリティでした。本当にこれね、なんか1回目から大好評で3回続いたらしいんですけど、
私も1回2回と聞くことできたんですけど、もう本当にね、初めてなんて思えない、もうベテランのディスクジョッキーな感じでしたよ。もう弾き語りあり、お悩み相談あり、コントありね、小葉さん、ズズさんも交えの、本当になんか素晴らしいエンターテイナーですね、風さんってね。楽しかったです。はい、少しでも伝われば嬉しいんですが、なんかこんなでよろしいでしょうか。はい、ということで、風さんのオールナイトニッポンのレポでした。はい、ありがとうございました。ではまた。